参入してきちゃった感があるそんなことないですよ、ホエさんできる人なの。いやでもあの YouTube の罰ゲームの水井咲希館の撮影分が多分今日で最後なんですよ、これ。あーちょうどよかったですよね。だからちょっと乱入させてもらいました。可愛い4人でお送りするんですけど、はい、ですね、ここにたくさんの可愛いものたちがあります。可愛い、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 ものたちを5秒間数える間に好きなものを取り合って可愛いポーズで止まってもらいます。カメラがこう寄ってくので、そこでアピールをたくさんしてください。はい、それで朝木さんにですね、それを見てあざと可愛いポイントをつけてもらいます。あ、みんなそれぞれつけてもらう。そうなんですよ。もしかしたら朝木さんにめちゃくちゃ刺さったものは何万ポイントもらえるかもしれないし、もしダメだったら0ポイントかもしれないし、朝木さんの判断にお任せするんですけども、3回戦やっていくんですけど、3回戦終わってその自分のポイントを合計して一番ポイントが多かった方は最後にあざとかわいいショットを撮ってもらいます。これは撮らんとか、撮らんとか、え、これはなんかポーズ撮るときに一言言っても大丈夫？大丈夫だよ、カメラにアピールをしてください、それぞれ。あ、でもなるほど、スライドされてるから、そう、スライドされてる間に言わないと。そうですよ、長いと思う、長いと思うんで。はい、こんな感じで早速やっていきたいと思う。おっ、おもっ、やっぱ感じた。はい、ということでそれでは早速やっていきたいと思います。カウントダウンを朝日さんお願いします。はい、それではよーい、ダン、ゴー、ジャン、ジャン、ジャン、ずれた、ずれた、止まってくださーい。こういう感じ。止まってくださいって言われたよね。止まってるよ。同期も厳しい、やっぱり。止まってくださいね。よーい、ドン、スライドショースタート。似合うかな。ついちゃったぴょん。なんか面白いんだけど。バー。魔法の魔法で魔法に夢中。いやでも頑張ってよ、これ私。なるほど、についてもメールでやる。全部？オッケー。では第1回戦のあざとポイント発表していきます。堀さん5ポイント。おお、すごい。あ、どんくらいの基準か分からないからね。確かに。あすみ7ポイント。イエーイ。マノ4ポイント。マホ4ポイント。やあ、でも優しい、優しい、ゼロじゃない、優しい。まずは基準っていう感じで。でもゼロの人いないみたいな、ない、うん、今ので。美味しかった、めっちゃ美味しい。すごい取り合ってたね。面白いクリーム取り合いなんだから。私これやろうと思って、これやるためにあれ切ってこれ買ってきた。拾ってください。なんかついてる？あなたのお嫁さんになってあげてもいいよ。一緒に舐める？恥ずかしい。恥ずいんだけど。卑猥。食べるじゃないじゃないですか。一緒に舐める。舐める、舐める、卑猥ポイント入る。あ、でもポイントになるんだ。意外と朝木さんするの好きかもしれない。あれが好きだから。そう、おもろいの好き。おもろい、おもろい、おもろい、おもろい。では行きます。はい、はい、じゃあ第2回戦のポイント発表していきます。まずまほちゃん、はい、6ポイント。あ、やった、すごい。まのちゃん8ポイント。やった。あすみ8ポイント。やった。ホリー6ポイント。プラス卑猥ポイント1。合計7ポイント。やった。なしなさい。やだ、よし、いいんじゃない。一緒に舐める、一緒に舐める、一緒に舐める。3回戦に行きたいと思います。お願いします。3回戦、よーい、ダン、ゴー。
寂しがり屋なウサギだからギューして。僕ね、君のお姫様になりたいな。アスミシカになーね、うん、眠たいね。キャラ濃いわ。おもろいな。あざといね。シンプルにあざといのに、こういうのになるとバラエティー寄りのあざとさに持ってくるから面白い。アスミシカになーね、うん、そうですかね、うん、結構砂感じなんですけど、ね、あ、砂感じだ。あ、ほんとそれ砂感じなんだ。オッケー、それではやっていきます。はい、じゃあ、まほちゃんからいきますね。はい、まほちゃん、10ポイント。えっ、まのちゃん、6ポイント。あっ、あっちゃん、10ポイント。やだ、プラス、おもろいポイント。やだ、やだ、わけ、11ポイント。すげー、たけー、はい、5ポイント。私という結果でございました。はい、もっとやりきった方がいい。ちょっと照れちゃう。あ、なんかその照れっていう感じがあざといのかなって思ったんだけど、リアルさを求めちゃダメなんだ。そう、私的に。あ、私的主観。でもやっぱあざといっていうのは、あ、そう、あざとい担当語ってるわ。やっぱり、うん、ちょっと女子に嫌われるみたいな、やりすぎて、うん、絶対狙ってるって感じだから、逆に照れない方があざといかもしれない。ね、あざとい、うん、あ、なるほどね。あ、もうそれぐらいやりきって、はい、じゃあもうぶりっ子ってことだね。ぶりっ子、そうっすね。あの、ぶりっ子って言い方がちょっとあれだから、あざといに変えたんだけど、現代語に変えたんだ。確かにあざといって言われて、なんか嫌な気しないもんね、別に。そうですね、うん、それも可愛いっていうことに間違いないのにさ、あの人じゃないのにさ、あの人どうした。急にどうした。マノちゃん、なんとも言えない。18ポイント。18ポイント。第2位、スマホ、20ポイント。もう結果聞きたくないよ。みんなの可愛いショットが見れたんじゃないでしょうか。こんな感じでたくさん、よかったら見てください。それではまたお会いしましょう。以上、アイドル教室でした。お愛子さん、バイバイ。やばいやつ。